ごぼうの香りを生かすような炒め方ね。見てください、これごぼうめっちゃ柔らかくなって、わかります？これどうも生ゴミです。ということで、今回ですね、生ゴミでも美味しい料理が作れるってことを見せつけてやりますよ皆さん。どうや、痛いことも言えないこんな世の中じゃ、はい、本当に美味しい牛ごぼうです。牛肉とごぼうの相性ってすごくいいです。牛って結構臭みがあるじゃないですか。それをごぼうが完全に取り去ってくれるっていう、すごく合理的なレシピなんですけども、マジうまいのが作れますから、ご飯にね乗っけてね、牛丼みたいにしてもいいし、そのまま主菜としても出してもいい。ごぼうってこれから旬ですから、旬です。ということで、今回は旬のごぼうを使って最高の美味しい牛とごぼうの炒め、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、旬です。ということで、まずはごぼうです。篠森青子、これね、小立二刀流です。はい、牛肉です。はい、ごぼう 200g に牛肉 200g に、だから1対1と覚えていてください。また鰹節ですね。はい、今日の撮影で鰹節がね3回出てきたっていう、それぐらい鰹節ハマっております。はい、3g ですね。牛脂ね、これね、スーパーとかで売ってたりしますんで、牛脂を、あってください。なければラードとかでもいいんですけども、あれば牛脂の方が香りがね、国産牛の牛脂なんで、これね、今回この牛っていうのが海外産の牛なので、国産牛の香りがつくとまたねうまいんですよ。なんで今回は牛脂を使っていきます。はい、他の調味料は概要欄に載っておりますので、チェックイットアウト。じゃあやっていきたいと思います。まずはですね、野菜切る前にね、ちょっと下ごしらえをしていきます。氷を適量入れていきます。はい、そしてこのまあ黄金色の調味料をね、ちょっとこう大さじ3杯ぐらいですかね。ポンプで1プッシュ半ですね。炭酸水ね、炭酸水はね、やっぱりもう欠かせないですね、これね。まずは、私の下ごしらえをしていきたいと思います。私ハイボールを入れることによって、だん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 和がたしく柔らかくなってきますので、じゃあいただきます。飲んでる達也、ひよってない。はい、じゃあやっていきます。ごぼう切る前にね、これ鰹節40秒チン600W で粉にしていきます。はい、すぐ粉にするから、これもね真ん中で切る、半分にします。ちょっとだるかったらこれね、これまた半分に切ってから、この包丁をねこうやって入れていくと、でこうやって斜めに薄切りにしていく。ね、これはね、できるだけ薄切りにした方がいいです。あんまりね、煮込むような料理じゃないんで、できるだけ、可能な限りでいいです。薄切りしてください。そうするとね、煮えやすくなって、ごぼうがね、すごく柔らかくいただけますんで。牛肉も薄切りなんで、すごくね、薄になります。薄くするとね、煮えやすいんですよね。はい、だから柔らかくこのごぼうがいただける。ごぼうはね、もうやっぱこの時期すごく美味しくなるんで、このままだと結構硬いんで、ちょっと煮込んで柔らかくするとごぼうってすっごく美味しい。ごぼうはね、こうやってサクサクに切れるとね、すごく嬉しいですね、なんかね。牛肉なんですけども、あんまりにもねピースが大きければ切っていただいていいんですけども、今日こま肉でね結構ねいい感じにほら切れてるじゃない、こうやって。なんで、今回はこのままでいいです。はい、大きいやつだったらちょっとこう剥がしたりとかやってください。ちぎったりとかね。チンした鰹節がありますんで、これがですね、香りが今すごい香って、あと水分が抜けてパリパリになってます。でこのパリパリをパリします。ほぼパリスヒルトンです。でこれがパリスヒルトンが粉々のね、これぐらいのパリスヒルトンになりましたら、このねフライパン牛脂を入れます。で、この牛脂をね、溶かしていくんですね。これなんで牛脂を使うかっていうと、やっぱね、国産牛じゃない、安めのお肉使ってるんで、国産牛の油をね、ちょっとね、染み込ませてあげると、こう国産牛のような、油のね、香りがするんですよ。はい、牛脂が溶けてきましたね。で、こいつをごぼう。パラリッといきます。パラリッといきます。はい、はい、はい、どうぞ。まずはごぼうから炒めます。ごぼうはね硬いし、ちょっと火を通さないとやっぱりゴリゴリのゴリラになっちゃいますから、
だからちょっとちゃんと炒める、ちょっと焦げ目がつくまでね炒めた方がうまいです。これこのごぼうをパリッと炒めますね。ごぼうはね割と根気よく炒めてくださいね。そうすると香りが出てごぼうの香りを生かすような炒め方ね。ねちょっとねかさがピナッとしてくるんですね。はい、そして牛肉ね、これぐらいねちょっとこうちょっと軽く焦げ目がついたぐらいになったら牛肉を入れます。牛肉もちょっとパラッとばらけさせてね。そしたら牛肉はねもう本当にさっと炒めるぐらいで全然いただけるんで、ここに調味液ね入れていきたいと思います。でこれねちょっと火弱めて1、2、3、1、2、3、4、日本酒です、清酒です。1、2、3、はい、はい、砂糖です。はい、タケルを大さじ1杯、お水を 100cc ですね。で、煮るんですよこれね、カツオの粉、これを入れていきます。はい、でこのまま煮ても美味しいんですけども、これだとねちょっとグルタミン酸がね割と足りないんですね。牛と鰹節イノシン酸はいけてるんですけども、イノシン酸とグルタミン酸を合わすことによってぐっと旨味が深まります。なのでここで旨味調味料1、2、3、たった3振りです。たった3振りでこれ味にものすごい深めてますから。でこれで沸かします。いくね、今の感じだと赤み出てますけども、こっからにちょっと煮ていくんでね。ごぼうっていうのは水分で煮ていくとどんどん柔らかくなっていきますんで、沸いてきたらはい、蓋弱中火12分ぐらい煮ます。12分煮ます。はい、12分煮ている間、私串が12分の間でこのハイボールをどれだけ飲んでいくか挑戦したいと思います。はい、ハイボールチャレンジということで12分で飲み終わりました。ちょっとこれはもう揚げてみたいと思います。オープン。見てください、これごぼうめっちゃ柔らかくなって、わかります？これ味見していただいて塩気がいい感じになってると思います。そうしましたら盛り付けましょう。もう持っていきます。もうこんなんダバーン、ダバージ。ここにね、あえてこのネギとかは振る必要ありません。もう茶色いままいこう。ブラウンイズベスト。本当に美味しい牛ごぼうの。ありがとうございます。それではできました。それではいただきたいと思います。ちょっと日本酒飲みすぎです。私。やば。乾杯。じゃあいただきます。ごぼうがたっぷりで、これはもう食物繊維いいんじゃないですか。いただきます。だしの香り、牛ごぼうなんだけど甘すぎないんだよね。甘みのある日本酒とは合う、合う。ごぼうも薄く切ってるからめっちゃ味染みてるし、めっちゃ柔らかいです。食感は少し残りつつも、牛の脂もうめえな、ほらお手上げだ。あらねえ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 、これは山椒です。第一山椒、絶対山椒だと思ったのよって言ったじゃん。いただきます。今日の撮影めっちゃ本気出したかもしれない。マジでうまい。甘辛くも甘すぎないこのごぼう、力強いごぼうの出汁も効いてて、山椒の華やかさが加わるとダンスフロアだよね。ミルクエンドハニー、そう、来て。俺だけテンション高いとちょっとパワハラっぽく見えるらしいからやめてもらっていいっすか。おお、うまっ。うまいでしょ。こんなうまいごぼうなかなかない。うまいよこのごぼうは。山椒いってください。これおお、うん、あ、めっちゃ合う。これとご飯が合う。ご飯むしろ肉類ごぼうのうまい。おいしい。ごちそうさまでした。よし、ありがとうございます。よし、それ全部飲んでくれて、はい、皆さん、今日の本当に美味しい牛ごぼうどうでしょう。ごぼうって脇役なんですよ、いつも脇役なんだけど、牛ごぼうに至ってはこのごぼう
ぼうが主役になるという、本当にバキ役が主役になっちゃうような感じの、うん、だからもう岸辺露伴だね。ということでよろしくお願いします。ヘブンズドア。このごぼうをパリッと炒めますね。パリスヒルトンみたいな。パリスヒルトンって何した人？カノー姉妹みたいな。それで、それパリスヒルトン料理番組やってるじゃん。それめっちゃ面白いって言ったこと。え、マジで？ライバルじゃん。パリスヒルトンライバルじゃん、俺の。ちょっと異次元らしい。マジ？作るもの。パリスヒルトンに負けないでしょ、俺。ネットフリックスに出てるんだ。ちょっと見たいな。ちょっと負けませんよ、パリスさん。パリスの人ポルノかなんかもしれなくて、ポポって脇役なんですよ、いつも脇役なんだけど、この牛ごぼうに至ってはこのごぼうが主役になるという、あ、なんだろう、スピンオフみたいなね、ごぼうが。だ、次元、まあ、次元は脇役とは言えないか。誰だろうね。バギー。バギーでも七分か。バギー七部会だけど、七部会の中で一番弱いんじゃなかったっけ。でも派遣会社社長みたいな立ち位置になってるから、ああ、権力っていうか、バギーが入った頃の七部会って弱くね。バギー、いや、まあ弱くはないね。ミホークいるし。ちょっとこれずっと続けて大丈夫？全部切り返してるから。